はい、皆さんどうもこんばんは。今日もタピちゃんの動画を撮っていきたいと思います。夏休み楽しんでいるでしょうか？かわいいね。そろそろね、小屋の掃除をしなくちゃいけない頃なんですけれども、例によってね、こうやって自分で穴を掘って洞窟を作って張ります。出てきた。もうね、僕にはどこがどうなっているのか全くわからない状態です。タビちゃんがね、この迷路の中に入るための入り口はね、たくさんあるんですよ。1個、2個。なあ、タビちゃん。タビちゃん。大好きなんだね、僕のことが。登ってきたいんだね。おばあちゃん、タビちゃん。8月になったから、2年4ヶ月目おめでとう。人間の年齢で言うと100歳近くなんですかね、あなたは。はい、でタビちゃんにはですね、今日はこれをあげたいと思います。生のブロッコリーの葉っぱでございます。さっき洗ってきました。スルフォラファンっていうのね、入ってるんですよ、たくさん。でそのスルフォラファンっていうのがどんな風にいいのかっていう説明をしたいと思います。体中にある毒素を排出してくれるんで、ちょっとおばあちゃんのタピちゃんの体のね、毒素も排出してほしいと思っています。ちなみにこれはね、実際に行われた実験なんですけれども、ブロッコリースプラウトを混ぜたドリンクをね、12週間にわたって被験者に飲ませた実験がありました。それを行ったらね、なんとベンゼンとアクロレインっていう物質が尿から外に出る量が通常の 60% 増加したみたいです。ちなみにベンゼンもアクロレインも両方とも発がん性の物質です。この実験がね、行われる前からカイワレブロッコリーは昔から肝臓にいいとか、ハゲに効くかもとか、いろいろな効果がね、噂されていたので、今も昔も変わらずにブロッコリーっていうのは体にいいものになっています。視聴者さんから、うちのハムスタータピちゃんってもうおばあちゃんになってもむちゃくちゃ毛並みがいいですよねっていうことを言われます。確かにそうですよね。この理由がもしかしたらハゲに効くブロッコリーをたくさん与えてるからかもしれませんね。リーブ21と近畿大学が共同で研究した実験があるんですよね。まあその研究っていうのもさっきと同じようにブロッコリースプラウトエキスを被験者に飲ませた実験なんですけれども、エキスを飲ませた人は毛乳頭細胞が 1.8 倍増えまして、 VEGE と BMP4 の遺伝子発現が 1.4 倍に上昇したということが確認できたみたいです。毛乳頭細胞っていうのは、もう発毛するための司令塔的な役割を果たす細胞のことなので、毛乳頭細胞が増えれば増えるほど発毛もしやすくなるというふうに言われています。なので女性にとってはあんまりね、ハゲて関心のない話かもしれないですが、男性って結構20代中間ぐらいからハゲる人はとことんハゲてくるので、積極的にブロッコリーを取るのもおすすめできますね。ちなみにブロッコリースプラウトなんてね、1パック100円程度で買える安いものですから、まあ1日1個お菓子をね、100円分のお菓子を食べてるんだっていう風に自覚してもらうと、そんなに高い買い物ではないと思います。ということで、タピちゃんがこんなにサラサラツヤツヤな毛並みだったなのは、その理由はブロッコリーをたくさん与えてあげてるからかもしれませんね。はい、ということで皆さん、今日もね、一ついいお勉強ができましたね。よかったです。これでね、僕の可愛いタピちゃんを見ながらね、知識を増やしていって、なんなら夏休みの自由研究とかね、ブロッコリースプラウトについて調べてみた結果をまとめるとかも楽しいと思いますよ。うちのタピちゃんをね、夏休みの課題研究に使ってくれても構わないです。ブロッコリーを1日に1かけら与えてる家庭があります。それはののさんのお家です。で、ののさんが飼ってるハムスターはハゲていませんみたいな、そんなね、簡単な自由研究を作ってもいいですよ。その時にうちの動画バンバン使ってあげてください。ということで、今回も動画見てくださってありがとうございましたね。美味しいご飯食べるんだよ、タピちゃん。よかったね、幸せだな、お前は。ということでね、また次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。